こんにちは。どうせ開催で皆さんです。日本代表がベスト8の壁を越えるために必要なことをお伝えしていきます。怪我予防ですね。特に膝の靭帯損傷について予防できるし、ちゃんと復帰もできるっていうことをお伝えしていきたいと思います。行きましょう。日本代表選手、実は膝の怪我すごい多いです。板倉選手に田中選手、そして浅野選手もですね、落選してしまった大迫選手も膝の怪我で落選してます。この膝の怪我なかったらもしかしたら違う流れもあったかもしれないですよね。それぐらい膝の怪我を予防することってすごい大事ですし、怪我した後にどう復帰するか、これを考えることもすごい大事になってくるわけです。何が必要かっていうお話ですね。原因はシンプルです。膝で動いてるからです。どういうことかというと、しゃがみ動作で見てみましょう。特にこうスクワットの動きなんかあると思うんですけど、多くの選手がまあ膝から動かないようにってこう足より前に出さない動きを強制されると思うんです。これ実は関係ないんですよ。股関節から動いてても膝前に出ますからね。膝が前に出る出ないじゃないんです。大事なのはこの股関節の角度がちゃんと大きく曲がってるかどうか。膝から動いてる時ってこの股関節があんまり動いてないんですよ。この差です。膝が前に出てるかどうかあんまり気にしないですからね。皆さんスクワットやってる時、しゃがんでる時、動きの中でも膝が前に出るかどうかは全然重要じゃないです。その動き方どうするかっていうと、この付け根から曲がってやる。今これ股関節から曲がってるんですけど、膝前に出てますよね。足より先に。特に大事なのはこの太ももで踏ん張らない状態ができてれば、大体股関節から綺麗に動けてると思ってもらっていいです。上もほとんど動いてないですよね。股関節だけで綺麗に動けてる。股関節から動く、これが膝の怪我予防、そして腹筋に向けて動きを作り直していくのにすごい大事な動きになるんです。股関節ですよ皆さん、覚えてください。膝の怪我を予防する上でも、これからパフォーマンスを上げる上でもすごい大事なのが股関節の動き。その動きを出すための簡単な動きをちょっと見せていきます。まず膝立ちの状態になってもらって、足を前に出します。まずこの動きですね。ほとんど体がブレてないのが分かりますか。股関節から動けて立っている状態であれば、このぐらい安定して足が出して戻してが使いできるんですよ。まず出した状態で付け根から前に押し出していきます。そうするとかかとは浮きません。前に押し出して足が地面にグッと乗っかってる状態が作れれば、かかとは浮かないで前にグッと踏み込みますよね。これ別に後ろを伸ばしてるわけじゃないですよ。前の足で股関節で動いてる状態、膝から動くとこうなります。特に前ももが辛いですね。この差を間違えないでください。股関節から動く、膝から動いてる状態、この差がそのまま膝の怪我そのまま直結するかどうか、そしてパフォーマンスを上げる上で特にやっぱり再発しやすいです、膝の怪我は。それを防ぐためにもこの股関節から動いてる、膝じゃないよっていう動きを絶対に覚えてくださいね。絶対に必要ですから。今見てる方ももしかしたら膝の怪我で悩んでるかもしれないですね。で、本当にこういうのって治るのかとか予防できるのかと思うかもしれないです。大丈夫です。もちろん他の選手たちを見て僕はしっかり教えてますけど、まず僕がその怪我の経験者です。僕よりひどい人に会ったことがないです。前十字靭帯、後十字靭帯両方とも2回ずつ切ってます。グラグラなんで前後に緩いんですよ。それを手術なしの状態、その緩い状態でも今股関節から動くことでバッチリ動けてますから、他の選手もねお伝えしてしっかり回復してます。大丈夫です。ちゃんと股関節から動けば今の手術してないグラグラな膝でも動けてますし、大丈夫だよって自信持ってお伝えできますから、まあ、それでも不安だよって方は概要欄の公式 LINE からぜひねご相談ください。今のこの状態でこの動きでどうですか、ご質問いただければしっかりお答えします。皆さんも一緒に怪我予防しながら4年後日本代表応援していきましょう。ありがとうございました。